平野紫仕様の魅力が溢れる、彼氏感満載の私服姿にファン熱狂。サングラス姿のイケメンに2時間で68万いいね。元キングプリンスへのメンバーで、ジャニーズ事務所を退所し、滝沢秀明氏が設立した新会社、トべに合流した平野紫仕様26が SNS を更新し、ファンの心をつかんでいる。 彼氏感たっぷりのプライベート写真を公開した平野潮の魅力が爆発。その私服姿にファンからは絶賛の声が寄せられ、わずか2時間で68万件を超えるいいねが集まっている。フォロワー数361番人を突破した平野潮は、7月30日にカフェで涼んでいる様子を投稿。 白い T シャツにデニム、白いスニーカー姿で、ブルー系のサングラスをかけた姿は、まさに理想の彼氏像。彼の魅力に釘付けになったファンからは、彼氏感強すぎて、キュンキュン、めっちゃかっこいい、イケメンすぎる。などの絶賛コメントが相次いでいる。平野仕様は、ジャニーズのアイドルとしてだけでなく、俳優としても活躍中。彼の人気の秘密は、 その多彩な才能と華やかなルックスにやるのかもしれない。そんな彼が SNS へで自然体な私服姿を披露したことで、ファンとの距離も一層縮まったようだ。また、平野仕様の魅力は幼児だけに止まらず、その人柄や自然な笑顔にも現れている。ファンからの愛を大切にする彼の姿勢に共感する人々が増えているのも納得だ。 彼の投稿には、紫輝くんバチバチにかっこいいです。涼しい写真ありがとう。って言いたいけど紫輝くん見てさらに体温上昇。いつもファンとの距離が近くて嬉しい。といったコメントも多数寄せられている。平野紫耀の SNS 投稿はファンだけでなく、一般のユーザーにも大きな話題となっている。 そのカリスマ的な魅力に引きつけられた人々がどんどん増えているのだろう。彼の写真を見た人々からは、こんな彼氏がいったら幸せだろうな、サングラス姿のイケメンに癒される、素敵すぎる、ますます応援したくなる、といった感動のコメントが寄せられている。平野仕様のこれからの活躍にも、ますます期待が高まるばかりだ。 ファンとのコミュニケーションを大切にし、自然体で輝く姿勢が彼の魅力をより引き立たせているようだ。私服姿で見せる素顔の彼が多くの人々の心を掴んで離さない。今後の投稿もますます注目されることだろう。平野紫耀のファッションセンスや魅力的な笑顔、そして彼の投稿から感じる人柄は多くの人々に愛される理由の一端なのかもしれない。 今後も彼の様々な活動やプライベートな姿に注目が集まることは間違いないだろう。ますます成長する平野仕様の活躍に多くの人々がワクワクしているに違いない。